はい、では、いよいよ最終章、やっていきたいと思います。はーい。いやーにしても、白井さんが死ぬとは、思わなかった。そうね。多分、携帯電話もね、ないしね。あ、絆のショーやって。おっと、ちょっと明るい感じの。うん。あ、やっぱ、りんちゃんだね。絆の章か。嘘、夢だと思っていたのは入院の時の記憶。黒猫さん、あれは黒猫さん？お、こっからか。あ、着いた着いた。おい。誰？あ、声が届いてへんかったってことな。ああ、なるほど。だから許さないって言われたの。ああ、うん。え、これ誰？白井さん？白江さんかな。いや、ない！まさか、やっぱり白井さん！ああ。色が黒じゃなくなってる。あ、落とした。嘘！そんな。白石さんまで。私も信じたくないわ。なんかと、向こう行っなんか落としてったよ。た。落としてったね。これはちょっとかっこよく気づかないふり。いやだ、ええー、あれ取るべきやんな。取るべきやけでもど。どこ行くか気になんねんけど。そこは壁だぜ。ああ、折れんのね。折れんというか曲がんのね。うわ、気づかないふりしてた。かっこいいな。あ、書いてるじゃないですか。99760184。これは、マスカ、ハスギン・レイコの？白井さん、このために、わざわざ通りすがってら、気づかないふりして、ありがとう、って言って。ありがとう。ありがとう。997？ なんて？え？ 997？ 600？1884。600184。かかれ。お、かかった？マスカの通話拒否。まだイベントこなしてへんってことかな。どうでしょこのまま閉じとこう。あれ意味ない？意味ないわ。とりあえず曲がってったとこ曲がってみよう。なんか音が聞こえる。お、ああ、こっちあーあっか。た。おっと、まだ役目果たしてへんかってんな。ありがとう。でもあんまり霊を信用しすぎるのもどうかと。いやー、まだ意志があるさ、多分。まあ、多分ね。鈴谷はな、助けてでな、ちょっとパニック状態になってただけやって。そっか。メガネ守る意志があんねんから大丈夫や。メガネ。私はあんたについていくぞ、白井さん。あ、通り過ここぎでちゃっかけろってこと？た。ああ、じゃあね。かけろかけろ。600？
1884。ああ。あまり意味がなさそうな感じ。まだなんかな。セーブしときゃいいかと思った、セーブ的には。電話でかけてから話してくれるんやろか。うん、スキップがないから多分やる。あ、自動でやってくれたわ。あなたが黒猫さんだったのね。ここで初めてか。会話が成立した聞いね。てくれる？私、約束を破ったわけじゃないの。あの日、ここへ向かっていたのよ。本当に。でも、途中で交通事故に遭って、そしてここに運び込まれて、偶然だけど隣のベッドにいたんだよ。もし私が目を覚ますのがもう少し早ければ。言い訳だよね。約束守れなかったのは事実だから。ごめんなさい。ごめんなさいって今更だよね。もう取り返しつかないよね。もう私がここの住人になるのも時間の問題だと思うの。そうなったら黒猫さんと一緒にいるよ。私ならもう寂しくないよね。辛かったこともそれで忘れられる？おっと、また追いかけっこ またついてけパターンか？なのかな？なんかこれドキドキするぜ。大丈夫やと思うけど、言葉は届いてると思うよ。それで許さないって言われたらどうしようもないよね。ほらほら。おっと。会いに来てくれてたなんて聞いてんの。信じられない、会いに来てくれてたなんて。私はいつも一人だった。いつも一今人で一泣い人てい泣いていた。たやろうな。なってた。同じああ、こ同とをじ繰こりと返言うしやてと思んねんう。な。よし。なんかこの明るさでさ、こんなまだまだ恐まだ。怖値が上がってたらなんか怖いな。へい。どうかな。だーん。風明が。るさが全然ちゃうな。どこからともなく風が。ギリギリセーフだ、今度こそ。あ、間に合う。よーし、オッケー。いけた。ええー、
一緒に飛び込んじゃったよ。飛び降りちゃったよ。お？運命の工作。お母さん。可愛いわー。はあ。そうですね。うん。めっちゃ可愛かった。日比野さんが白衣の天使ならあの子は天使やな。おっと、落ちてく感じでエンディングか。ハッピーエンドなのこれは。メリーバッドエンドというものじゃないの。いや、バッドエンドの後にも、ばあちゃんがあったから、多分あるて。このスタッフロールの後に。まあ別にビリバ好きだからいいですよ。いいじゃん、幸せな。あの光とか気になるしな。そうですね。成仏してってんのかな。ああ。にしてもゆっくり落ちんな。病院ってそんな高かったっけ。紫のドロドロ。ああ、紫のドロドロ。下に行ってるんでしょ。身長があんまり変わらないことにびっくり。まあ、ちょっとかがんでるけど。なんかあれやな、このはい、このエンディングの画面というか映像は予想してしまった。まあそうっすね。まあ、ぐしゃよりいいんじゃないですか。まあね。ボキっていうと、ちょっと、まあいいですけど。今度、うつげーしません？うつげー？うつげー。何？え？何やろ？私の持ってるのは、ドラクオンドラグーンぐらいしか。言うてたな。エンディングが5つあってその全部がバッドエンド。てかもうハッピーはないない。一番マシなの一番最初かな。あ、てか周回するごとに5つの、あ、増える増えるんやけど、一番最後の一番苦労したエンディングで、これでやっとハッピーエンドがあるやろっていうやつやのに、ないって。一番悲しすぎるやん。そこが好きなんです。うつげーはなぁ。めっちゃ暗だな。暗いよ。もうちょっとな、コンビでやってんねんから明るいの選べよ。明るいのなぁ。明るいのって何がある？やりたいやつで？マリオ。ペレペペペペペペ、しんどるしんどる。マリオ、ロックマンか。ロックマン、だから、ニンテンドーやろ？ Wii であったら考えるやろうけど。Wii ないかもしれない。次までに調べてきます。あれ、でも PSP はあったよ。あれは66やったか。ロックマンね、ちょっと一回。してみたい。同じぐらいスマブラもしたい。大乱。スマブラな、苦手やからな。大乱ね、友人の家でやってね、面白かったです。私白ゲーが苦手やから下手すぎて、めっちゃギリ2が強いんよ。うん。ケチョンケチョンにされたから。
やめた。大丈夫、私の家も格ゲー得意な人おれへんのにジョジョの格ゲーのゲーム買おうぜっていう話してるから。あ、まだ買ってへんの？え、まだあれ出てない。あ、出てへんのか。ジョジョな。あれってまだ出てへんかったんか。ジョジョファンなんですよ。いや、出てない出てない。もう、なんかもう全員使いたい。あー、そろそろやね。さあ、どうなるか。あれ？レイコちゃん消えた？え？出ろ。ありがとう。おっと。おっと。ここに来ての着信来てのありがとう。お。あ、自分の家。戻った。あ。あ、私の部屋？私の。あ、言ってくれたわ。部屋？目が赤い。元から。そうやったっけ？いや、泣いてたのかなーって。元から？暗くて見えへんかったわ。元から。化粧じゃん。もしくはこの絵の特徴か。そっか。私、生きている。お！これは、レイコちゃんの猫。にゃんこ。まあハッピーエンドっちゃハッピーエンドやね。そうっすね。個人的に白井さんも生きててほしかったんですけど、まあ、鈴谷はまあギリギリオッケーとして、ギリギリオッケーっていうか、どうでもいいっていう。うん、そうやで。うん。どうでもいい。うん。まあまあまあ。終わったわけやね。はーい。さあ、この後なんかあるのかな？あれ？なんか初めてナウローディングっていう。あ、何もないですね。じゃあ、終わろうかと思ったけれど、ギャラリーってのあるんだよね、これ。ああ、そういえば。ただでもボタンほとんど集めてへんからな。集めてへんからな。発音、発音。聞いたことがない着信。え？めっちゃ初めの方であるやん。すげえな。3つあるわ。で、メールも。え？ただに聞いてない。結構もらってへんね。聞いてんっていうか、もらってない。まあ、そんだけスムーズにいったってことで。録音は全部聞いたんちゃう？あれあれ一個ないね。キャラクター。キャラクター。お、3D モデルで見ることできて、ほら。おー、話である。話である。アップできんのかな？面倒見のいい。どうぞ。女子大生、ちょっと活気なところがもある。勝ち気！あ、勝ち気なところもある。6年前、黒猫と名乗るハンドルネームの少女とチャットで出会う。長期入院をしている黒猫を励まそう、励まそうと会う約束をし、病院に向かうが、その途中で交通事故に巻き込まれ、入院してしまう。事故後、しばらくの記憶は曖昧で、未だによく思い出せない。退院後、黒猫との連絡を試みたが、チャットサイトはすでになくなっていた。そして黒猫の行方も、約束を果たせなかったことを謝りたくて、黒猫の足跡を探り続けているうちに黒猫のページにたどり着いたんですよ。あれ？この、ああ、オープンするなんかあんねやろ。ああ、なるほど。怖っ。微妙に内股決めねん、こいつ。めっちゃキモいんやけど。君ほんま苦手やな、この子。大好きな高校生か？年下？凛ちゃんは年下か？共働きの裕福な家庭の一人っ子。共働きの裕福とか。今ハマっているアニメは、武装戦士マコ。フィギュアや T シャツ等のグッズ集めに
勤しんでいる。はゼロ。愛読者は、愛読書はオカルト雑誌サムサラ。サムサラの記事で黒のページの存在を知り、興味本位でアクセスしたんですよ。あ、ほんまや。よう見たら、戦士やるほら、まこちゃん。うわー、痛いわー。おばあちゃん。おばあちゃん。5年前に夫が高橋しばらく昇進していたが、孫からお下がりのノートパソコンをもらい、ネットデビューを果たした老婆。今では絵文字を使いこなすまでになり、女子高生と間違われることもしばしば。強っ。死者と会える場所がある。そんな噂を聞き、リンクをたどっているうちに偶然クロのページにアクセスしてしまう。私、絵文字使いこなされへんねんか。絵文字特典画像やって。全然出てへん。おぉ、びっくりした。ほら、ほら、君の好きな、鈴谷くんだよ。誰が好きやねん、おい。いいね、これ。え、何これ。なんか後ろ、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 後ろ。なんか後ろ。いや、あ、この赤い人です、この赤い人。あ、そう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 。誰なんでしょうね。あれがフリーター、あれが院長。あれがあれや、日高さん。そうそうそう。で、あれが細田やって名前って。細川か。細川か。んで、太田、小倉ちゃん。小倉。で、あの、美容師さん。んで、あの、サービスショットしてくれた人。で、あれ、近藤さん。エンドやっけ。忘れちゃった。どっちか忘れたけど。あの、マニアの人や。そうそうそう。あの、人形コレクターや。あれが天野さん。で、あれ赤い服の謎の人。後ろがちょっと気になるけれども。生きてる人が3人ぐらいしかいないんですが。こういうことやな。それでもちょっと映るな。映る映る。ああ、みんなの待ち受け画像や。ああ、だいたいわかるな。あのさ、もう、委員長のさ、あれってさ、ママやろ、結局。口から血出てますけど。お父、やっぱ子供なんかな。マジか。子供書いてくれたんかな。子供怖すぎやろ、おい。この、ま、この、これは何やろ。レイコちゃんを。お母さんじゃない？お母さん。お母さんかな。わお。とりあえず、パスワードね。パスワード。一二どんだけ取ってないねんっていう。うん。まあぜひやってください。面白かったんで。うん、怖かったけれど。うん、怖かったけれど。まあまあまあ、一人でも私できるんで。知ってますよ。できますよ、皆さんでも。知ってますよ。私がビビりただけで一人できませんよ。君に言うたわけじゃないねんけどな。うん、知ってます、それも。うん。というわけで、いや、本当面白かったです。話はね。ホラーゲーってね、話が結構んってなるのもあるんだけどね。んー、そうなん？うん。なんで、こんな終わり方なみたいな感じの。謎が全て解けた感じがせえへん感じ。ってのがまああんねんけど、まあまあ面白くて。うん。いや。というわけで、終わりたいと思います。はーい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんかすいません。また見ていただけると嬉しい限りです。では、さよなら。さよなら。あ、失敗。